わしんとこ今の季節はネギだけだべよ。もうちょっとしたらよ、いろいろ忙しくなるべな。大衆演劇という文字をインターネットで調べると、大衆演劇とは日本の演劇におけるジャンルの一つ、一般大衆を観客とする庶民的な演劇のこと。一般的には旅役者と呼ばれる劇団にあたるとある。でなんか縦ね、なんかね、あ、そうです、そうです、うん、で近藤近道、ドキ組入団10ヶ月目、この男時代劇はもとより袴も履けなければ歯舞台を一人で負けない。この男が今回大衆演劇に1ヶ月挑戦する。1月29日旧時組事務所にて、近藤は先輩たちから袴や歯舞台などを教わる。後ろは曲がってない、ダメ、もう一回と、はい、この時に後ろをクロスするんだけど、はい、ここに骨があるじゃん、はい、ここをここ引っ掛けるみたいな、はい、こうやって、はい、でこのテンションのまんま前持ってきて、はい、グッて止めるっていう、はい、2月10日都内稽古2日目、舞踊の振り付け。おぼつかない近藤、まあ、今回さ、はい、まあその、まあ、近藤にね、まあ、この下町歌舞伎組に行けってまあ言ったの俺だけどね、はい、で、まあ、なんで、まあ、結局行こうって決断したの。やっぱりあの自分に足りない技能っていうのがいっぱいあるんですけど、やっぱりそういうのを見つけたかったのもありますし、あとはこう厳しい環境にこそ、まあ、今回の場合だと、まあ、ゼロ以下からのスタートになるんですけど、やっぱりまあですね、まあだから結局あとあれでしょ、その俳優座のね、12月の俳優座が時代劇だから、はい、そのことに対してっていうのがやっぱあるの、はいはい、まあ、やっぱり絶対成功させたいですし、まあ、ついていくというよりはやっぱり引っ張っていきたいので。あ、そうだね、お前ちょっと聞いてくれまね。芝居の稽古が始まった。出番表を確認する近藤。近藤のセリフの番が回ってきた。そうだと思っておりましたが、終わり屋さんでございますね。同じ思いでございます。私も立派な奉公人に勤めていた、働いてもらっていて、鼻高々でございます。見ての通り神々である。終わり屋さん、2月22日秋田県ホテル和野。我々は雪深い中、近藤の本番6日目を取材した。YouTube 相当ここに来てから見てます。え、 YouTube で袴の履き方ってあんの？いや、いろいろありますよ、畳み方とか。すごい、本当に基本もうここ来て YouTube しか見てないですよ。近藤の番が回ってきた。終わり屋さんでございますね、はい。あれからどれくらい経ちますでしょうか？そうですね、はい、同じ思いでございます。私もこうして立派な方向に働いてもらっており、あなたかだかでございます。そうですね、松田さん、終わり屋さん。なんとかこなしたようだ。第2部の舞踊ショーの始まり。稽古ではおぼつかなかったセンスの要返し、
様になっている。近藤の出番。本人ジャグリングが得意とプロフィールに書いているが、どう見てもただのお手だ。終演後、お客様の送り出し、大衆演劇では一番大事な仕事だ。さて、今回の座長に聞いてみた。近藤どうですか今回。頑張ってますね。そうですか。時代劇初めてってお伺いしてたんで、はい、もうちょっとぎこちないかなと思ったんですけども、運動神経いいかもしれないですね。早いです覚えるの。で夜ずっと一人でやってますから、やっぱり努力してくれてますんで。はい、これから先、ええ、そのどういう風になってったらいいのかなっていう風に。そうですね。僕は歌舞伎も見に行きますし、はい、新派もいろんな見させていただきますけども、例えば歌舞伎ならお着物着て、はいはい、女性の方ね、髪の毛アップにして綺麗な姿で、はいはい、僕たちは別にそうじゃなくていいと思うんです。前掛けかけていただいて、なるほど。今洗い物して帰ってすぐもう劇場の小屋にパッと滑り込みで入ったみたいな感じですから、もう気軽に見れる低料金で、ね、2時間半なら2時間もう何も力入れずにもうゆっくり見れる、そういう出し物やっていきたいですよね。なんか徐々にレパートリーが増えてるんですけど、ジャグリングの、ちょっと褒めてて。なぜかジャグリングに自信を持ってるようだ。どうでしたか。いやー楽しかったです。ちょっと失敗しましたが、最終日までにはまだまだちょっといろいろやれることあると思うんで、毎日いろいろ勉強してる最中です。今回は教わりに行ったが、力をつけて恩返しをしなければならない。次回のザ・ドキュメンタリー。民営化こう